皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、またもやまたもやお便りありがとね。超絶爆裂、群爆裂、嬉しいですから。もう最後の方ちょっと怪しい言い回しでしたよね。はい、本当にそんな言い回しあるの？リス、適当なこと言ったでしょうみたいに思われちゃうかと思いますが、もうその通りなのでございますよ。ちょっと適当なこと言っちゃいました。そしてではでは拝見いたしますね。そのおはぎさんよりの一言、じゃん。お、これはなんとも、あのお一言としてはなかなかな文章的なものでございますね。はい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 、これはですね、ご説明するの激しく難しそうですよ。でもやってみますね、やってみます。はい、いきますよ。オリジナリティあふれる喜びの方法は、はい、喜ぶ仕草は、オリジナリティあふれる喜ぶ仕草は、何度も何度も耳にするとどんどん影響されていくみたいなことでございましょうか。なんとかなんとか言い切りましたよ。でも、あのもう一度言えと言われたらものすごい難しいです。でもあれですよね、この説明の仕方でははっきりとは分かりませんよね。とはいえ、これをどう説明しようとなかなかにそれは難しいのでございますよ。ただそういうものなのでございますか、おはぎさん。そういえばおはぎさんからは以前もそのオリジナリティあふれるその喜び方について何かお一言をいただいたような気がいたしますよ。もしかしておはぎさんの周りにはそのオリジナリティあふれる喜び方、楽しみ方をされる方がいらっしゃるのでございましょうか。そういうような方がいらっしゃると僕は若干睨みましたよ。もしそうでありますのでしたら、ああ実はそうなんだよ、困っていてねっていうこともございましたら、こっそり教えてくださいませ。なんとなくおはぎさんからは困っていらっしゃるような、そんな感覚が僕には伝わってくるのでございました。でもあれですよ、あまりにも害がないようでしたら、どうか少しだけ、ほんの少しだけでいいですから、我慢してお付き合いくださってもいいかなとは思うのでございます。はい、そしてそうですね、僕これ前にも言いましたけれども、やっぱり人前で喜んだり楽しんだりすることちょっと我慢しちゃうんですよね。なんか恥ずかしくて、ああこういうポイントで受けるんだとか、そういうのが分かっちゃうのが恥ずかしいのですよね。ですからちょっと我慢しちゃう癖があるのですけれども、そういうのちょっともうちょっと自分を解放した方がいいなとかは思いますね。健康らしいじゃないですか。素直に喜んだり楽しんだりすることを表現するっていうのは、ですから健康のためにも我慢をしない方がいいなとは思いました。はい、決して恥ずかしいことではないですからね、人前で楽しむっていうのは。ですので
僕ももうちょっと自分を解放するみたいなことをやってみたいなとは思いますとのことでして、いろいろ言いましたが、これはお分かりになられること激しく難しいと思います。ですので行ってみますね。もうそれでは行きますよ。おはぎさんよりの一言どうぞ。独特な笑い方は聞きすぎると映っていく。